はい、どうも、田中なつきです。今日はモンスト激獣神祭やっていきます。ちょっと今日最終日で、やっとね、オーブ150個溜まったので、はい。で、私が欲しいのはやっぱナイチンゲール、やっぱ貴族生のね、貫通はいないので、10連ガチャやっていきます。ちょっと今日は気合が入ってる。全然ね、前はダメだったからね。よし、ナイチンゲールお願い、来い。来ないかな、ナイチンゲール。一体でもね、欲しいやつが来る。違うか、ちょっと分かんない、後で見ます。あ、でも星4なんだおウリエル出た。ウリエルは一体出たね。ちょっと見てみよう、私が初めて当てたやつ。だった。へえ、ちょっと顔がね、起きた掃除に似てた。あー、オッケーオッケー。でも物属性ね。で、もう一体がウリエル。はい。おー、これで2体目。なので今重心化は、じゃあ次2体目ウリエル。これはね、1体持ってるやつだから、これはね、進化神化のやつを重心化させればいいのか。そうすれば2種類のウリエルが持てるってことでね。うわー、ちょっとでも悔しい。どうせなのでちょっとシングル、前回もやったけどね、シングルやっていきます。シングルのハート、みんな当たってる。激獣神祭、ナイチンゲールが欲しいの。来て。やだー、もう。あ、でかい。あと1回、あと1回とかって言ってね。ダメだから、ダメなのかもしれないけど。ということで、今回は12連、まあ、シングル2回、10連やってウリエルが当たりました。皆さんは当たりましたか？ぜひ教えてください。以上、田中なつきがお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまた来月頑張ろう。